です。お疲れ様です。スミスです。スミスです。スミスに、ね、ちょっと聞きたいことがあるんですよ。はい。あのさ、よくカードショップとかだとさ、はい、店内トレード禁止ってない？あるよね。はい。あの、うちの店はちなみに、まあ、そんなうるさく言ってないんだけど、はいはいはい、その辺についてどう思いますか？店内トレードについて。まあ、うん。年齢って言うと、やっぱ、小学生と交換するのはあんまり良くないですよね、やっぱ。ああ、そうだね。分かってないかもしれないもんね。もしかしたら中学生も、はいはいはい。良くないかもしれない可能性あるんですけど、やっぱ。まあ、そのカードの価値。はいはい、分かってないとね。例えば、なんて言えばいいんですかね。昔の、ボルメテーズホワイトドラゴンとか、まあ、貴重じゃないですか。はいはいはい、はい。で、今の、その辺に落ちてるスーパーレアのカードとか、うんうんうん、で、最近の子って、やっぱスーパーレアの、こっちの方がかっこよく見えるじゃん。光ってる方がかっこいいなとかね、そうだよね。昔のボルメテーズホワイトとか全然光ってないじゃないですか。うんうんうん、はいはい。そういう価値は、うん、やっぱボルメテーズホワイトの方がいいもんね。古い方が。そう、そういうのをサメトレっていうんだよな。サメトレ。うん、それが良くないもんな。うん、はい、そういうのを防止するために多くのカードショップは禁止してるんですよ。はいはい。でもさ、友達同士でさ、はい、例えばスミスと中村がさ、はい、ほらデッキでこのカード足んないって言ったら別に交換とかもね、もらっちゃったりとか全然もうするよね。自分たちはしたんですけど、全然ね、それはいいと思うの、はいはい、そこまでいやいやちょっとお店の中なんだからお店の利益に反するからやめてくれとか、はいはい、そんなせこいことは言わない、はい、うん。でもスミスの言うようにやっぱりちっちゃい子からカード巻き上げる輩って、はいいるんだよね、一定数ね。たまにいますね。他の店とかでも変な人いるよね、そういう、なんか。うん。カードバーって広がってるとこ、なんか小学生歩いてきて。はいはい、見ながら。中でチラって見えてたりすると。どうなのとか話しかけたりして。うん。欲しいとか言われたら、全然自分はあげちゃうんですけど。あの、高校の時はそういうの あった時あって、小学生が来てこっちに来て。ああ、逆にね。あげちゃう、あげる、あげるっていうパターンあって、もらうってパターンないですけど、自分は。逆に巻き上げられそうになったこととかある？変な人に。巻き上げられそう。なことはないっすね。子供の頃にとか、それはまあないのか。ないっすね。うん、そのあの、まあ、子供の時は、もう、家とかでやってたんで。ああ、はい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 。まあなので、そういう子供たちがそういう被害に遭うのがすごく嫌なので、はい、うちの店では、前にも言ってるんですけど、知らない人と交換しちゃダメ。ああ、知らない人。だ友達同士ならいいよ。友達同士で。まあその友達の基準はいろいろだろうが、まあ、さっき友達になったんですとか言ったらムカつくけど、ムカつきますね。それは違うから。あの、初めて会った人と交換はしちゃダメ。はいはい。だ、小学生とかでも、例えばほら、よくほら、大会に来てる子とかさ、はい、顔知ってる子とかいるじゃんよ。そういうことなら別に、まあ、スミスであげたりする。あげたりぐらいなってるんで、うん。そう、そんなのは全然いいと思うんです。まあ、交換は良くないですけど、あ、うん、げるのはいいんじゃないですか。そうだね。年下の。年下にあげるのはいいんだよ。年上にあげるのはダメ。年上はまあ、仲良く、友達なら交換すればいいよ。はい。だから、よくない？あの、お店の中だと利益を損なうからとか、そういうこと言ってんじゃないんだよ。はいはい、そんなせこいことは言わない。もう好きなだけ交換しなさいよ、だって。でも、あの、ほんと、そういう子供たち、初めて会ったおっさんとかがさ、なんかファイルを持って、うちの店に昔いたの。ファイル持ってきて、なんかそうそうそう、ディエマのな、なんだろうな、ディエマのファイルを持ってきて子供たちに見せて、これ価値があるのとか言って、これ欲しいとかになんか言っちゃってる。はい。やばいでしょだって。あの、生きてるやばいやつ。そういうのが、あの、いると困るので、うちのお店では、トレードは禁止じゃないですよ。ただ、友達だけです。友達だけで。はい。皆さん。ということでした。はい。皆さんもお気をつけください。スミスは巻き上げられないと思うけど。はい。はい。逆に巻き上げられる派かもしれないけど。ああ、それはいいよ。中村に。中村さんに巻き上げられる可能性。落とされる可能性があります。はい。ということでした。皆さんお気をつけください。では。バイバイ。